覚めろ。あなたのすべてをどうか。星の未来へ。目覚めろ。目を覚めろ。わしとの下僕契約書じゃ。これでお主は今日からわしの下僕じゃ。キリキリ働いてわしの借金を減らしてもらうぞ。あお主なかなかに良い腕をしておったからな。このまま逃すのは惜しいと思っとったんじゃ。
では改めて自己紹介じゃ。わしはフェステ、人呼んで永遠の美少女よ。なーに、心配するな。お主の記憶の手がかり探しを手伝ってやるのは本当じゃ。ついでに、だがな。では行け、我が下僕よ。まだ見ぬお宝が待っておるわ。とまあ、そんなわけでよろしくね。さて、まずはこの宿の亭主に挨拶じゃな。遺跡からお主を運んでくれたんじゃ。礼くらいは言っておくがいい。亭主なら1階のカウンターでふんぞり返っておるぞ。おお、やっと来たか。どうだ、うちのベッドは寝心地よかっただろ。この店、そうめんコイン亭の亭主じゃ。いろいろと世話になっておる。本当にね、お前さんにはいくら付け払いにしてやってるのかわからなくなってきたぞ。よし、そのまま忘れろ。今回ので桁一つ増えたからな。ち、主戦止め。どっちがだよ、ったく。金に目がくらんであんな遺跡に一人で行くとかバカじゃねえのか。そんなバカが心配でわざわざ様子を見に来たお人よしの店主はどこのドイツじゃろうな。ふん、死なれたらツケは払ってもらえんからな。素直じゃないの。このフェステちゃんの魅力にメロメロじゃと素直に言えばよいもの。まあ大丈夫じゃ。これからはこの下僕が体を張って稼いでくれるからの。お前も大変な奴に目をつけられたな。こいつ見た目以上に年まで老害だぞ。亭主さんたら何言ってるの。フェステわかんない。これからどっか行くのか。ああ、こやつの記憶がちと怪しいらしいので手がかりを探しにね。そうか、気をつけろよ。町の外は危険だからな。記憶がおぼつかないならより用心しろ。周りにしっかり話を聞いて準備を怠るんじゃねえぞ。ここアステルリーズは近隣でも最大の商業都市じゃ。手に入らぬものなど何もない。気になった店はとりあえず覗いてみると良いじゃろう。それと冒険者が依頼を受ける開拓局なんてものもある。とにかく広い町じゃ。焦らずゆっくり慣れていけばよい。あの門の外はモンスターたちが住む世界じゃ。一度越えれば戦いが待つと心得よ。ここがアステリア平原じゃ。マグナ大陸の南端で最も豊かな草原地帯じゃな。いろいろ役に立つものが見つかるし、バファリアの遺跡もあちこちに眠っておる。なくした記憶の手がかりも見つかるやもしれんぞ。お主と会ったのはあっちの方にある遺跡じゃ。まずはそこを目指すがよい。最近見つかったばかりでまだ手垢がついておらん。しかしそんな場所にいたのだから、お主はよほどの情報を通じゃったのかもな。今は無理に思い出さんでいい。とにかく行ってみようぞ。わしとしたことが気づかなんだ。行け下僕よ、蹴散らしてしまえ。イマジンシードじゃな。なんじゃ、イマジンシードのことも忘れとるのか。これはなかなかに厄介な記憶喪失じゃな。よいか、イマジンシードとはつまり意志の結晶じゃ。この星に生きる全てのものが持つエングラム、これに強い意志が作用し物質化したもの、それがイマジンシードじゃ。ここまではよいな。イマジンシードは持ち主のエングラムを注ぐことで様々な力を引き出すことができる。まあ持っていて損はないじゃろう。さてと、他に手がかりになりそうなものはあるか。そうか、仕方ない。一旦アステルリーズに戻るぞ。
危険な場所に長いは無用じゃからな。どうかこの世界は。わお、発見されたばかりの遺跡で出会うとは、相変わらず鼻が利くな、アジンのお嬢ちゃん。あやつはジェイク、アステルリーズの自称トップ冒険者じゃ。お褒めいただき恐悦至極、自称は余計だがね。残念じゃが、この遺跡はすでにわしらが踏破した。出遅れ組は帰れ帰れ。なんだって、中にいたモンスターは。このわしの手にかかれば一瞬よ。事前調査ではそこそこ厄介だったはずだが、君が倒したのか、一人で。ゴー、そいつはすごい。この辺じゃ見ない顔だが、アステルリーズに来たばかりか。冒険者登録はまだしとらんが。なんじゃお主、口でも聞いてくれるのか。ああ、有能なやつはいつでも大歓迎だ。なあルフィ、冒険者登録をして依頼を受ける気があるなら、このジェイク様を頼ってくることをお勧めするぜ。いつでもウェルカムだ。俺は開拓局にいる。その気になったら訪ねる。じゃあ。相変わらずキザなやつじゃの。まあ、あやつがいるなら冒険者登録もすんなりいくじゃろ。少々うざったいが、あやつはアステルリーズにいる冒険者のまとめ役みたいなものなんじゃ。ここで会ったのは運が良かったかもしれん。お主、なかなかに持っておるの。良いか、自身の記憶も気になるじゃろうが、まずはお主が暮らしていく手段を整えねばならん。そのために何が必要か、ズバリ金じゃ。お主の腕があれば冒険者として稼いでいけるじゃろう。そのためには開拓局に登録せねばならん。それにあそこには情報が集まる。いずれお主の記憶につながる何かに出会うこともあるじゃろうて。そうと決まれば行動あるのみじゃ。早速ジェイクに会いに開拓局へ行くぞ。ここが開拓局、世界中の冒険者を支援する組織じゃ。というと堅苦しいが、まあ要するに仕事の紹介所みたいなものじゃ。お主も冒険者になればここで依頼を受けて稼げるようになるぞ。さてこの奥じゃな。手強い相手がおるやもしれぬが、恐れることはない。共に名を挙げようぞ。見込んだだけのことはあるぜ。しかし悪い、情報よりも強かったな。これは下見をしなかった俺の落ち度だ。どうした嬢ちゃん、顔色が悪いぜ。まさかとは思ったが、こやつはアバリティアじゃ。冗談きついな。アバリティアってのは冒険譚に出てくる怪物だろ。あれだよな、神に背いた罪を負いながら
時空を超越して生き続けてるっていう。あの強さじゃアバリティアに相違あるまい。そいつをお前は倒しちまったのか。一体何者だ。これじゃ俺が教えることもすぐになくなっちまうな。まったく頼もしい後輩で嬉しいぜ。ともあれ俺は先に帰らせてもらう。アバリティアが奴一匹ならいいが、もし他にも現れるようなら町へ注意を促さねえとな。じゃあな。あ、後で開拓局に来てくれ。報酬はきっちり払うぜ。あれはどういうことなんだ。お？どうした。なんじゃ貴様は。今空から飛んでこなかったか。君はライジャなのか。ライジャ、なんぞそれ。この揺らぎはライジャの。いやでも、あなたは何か知っているの。それにしては、決断を下すのはまだ早いか。おいこりゃ、お主何者なんじゃ。さっきからわけのわからんことをつぶやきおって。そうだね、名前くらいは教えておこう。この先長い付き合いになるかもしれないしね。僕の名はメルローフ、ただの放浪者さ。それじゃ。しかし妙なやつじゃったな。良いか、ああいう輩に絡まれても無視を決め込むんだぞ。少々親切にされたからといって気を許してみろ。つけ込まれるに違いないわ。なんじゃ、わしをじっと見て。それよりあやつ、ライジャとか言うておったな。ライジャ、ライジャ、なんか聞いたことあるような。ああ、ダメじゃ、思い出せん。とにかくあれじゃ、忘れんうちにジェイクに報酬をもらわれば。行くぞ。まいったな。何やら教団の中でもあまり触れられたくない言葉なのか。しかしこちらとしては気になるしな。あ、そこな少女、わしらに何か用か。あなたが、そうなの。ん？知り合いか。まあいい。お主、その服からするに教団の人間じゃろ。ライジャについて何か知らんか。ミンスターホルン。はい。ミンスターホルンに行けば多分わかると思う。ミンスターホルンか。しかしあそこにそんな手がかりになるものがあったかな。まあ物は試しじゃ、行ってみるか。教えて。なんとも不思議な少女じゃったな。神よ、どうかお助けください。いかん、あやつを助けるぞ。すみません、ここに新館長様や巫女様がいらっしゃるとお聞きしたんですが。今皆で弔いの祈りを捧げているのです。邪魔をしないでください。
はいつまで続く感じで。参ったの。どれだけ待てばよいのやら。先にその辺を探してみるか。あの少女は。いつぞやは世話になったの。お主も巡礼団の一員なのか。ところで、ここに神官長様か巫女様はおらんか。いるけど、何の用。神がかりの御柱に入る許可をちょこちょこっともらえんかと思ってね。それはあなたにとって必要なもの。そう、あなたが望むなら。なんと許可証じゃぞ。お主一体どうやって。いや待て、まず本物か。門番に見せればわかるから。驚いたな。お主何者じゃ。それになぜこやつの願いを聞く。そうしろと。行かなきゃ。つかみどころのない少女じゃの。とにかく許可証は手に入れたのじゃ。あの門番に叩きつけてやろうぞ。ふむ、さすがに雰囲気があるの。さて、こういうのは頂上に宝があるのが定番じゃ。一気に行くぞ。これは何じゃ。どうやら封印されているようじゃが。助けておいてなんじゃが、気をつけろ下僕。あやつら怪しいぞ。通常の空間転送とは違う現れ方をしておったし、なんだか雰囲気も。助けてもらったことには感謝いたします。しかしすぐにこの場から去っていただきたい。何？これ以上は言いません。去りなさい。従わないのであれば。ティリス、この方は私たちのために命を懸けてくださったのですよ。ですが、これは、まさか、そんな、竜王ボルディゲン、なんじゃと。あれが
幽族の王。なんたる奴か。見ているだけで押しつぶされそうじゃ。力にしかならぬか。アマリティオ、クッタ。来たな、女。いけません、エーリンデ様、お逃げください。エボ、お前たち、いつの間に戻ったのだ。竜族、貴様、どこから。やめて。あの血が食らう価値もない。ダメです、逃げてください。あなたには関係ない。一度助けたし、ここで逃げるわけにはいかない。おお、今のを見てなお立ちはだかるか。良いな、実に良い。さて、今度の虫はゆっくり殺せんか。まずは足、次に手、そして頭を。ディリス、アルシに行こうか。この状態で飛ぶつもりか。 あなたも早く。無茶なことをしてくれる。いずれ来るその時まで、せいぜい逃げ回るがいい。どうにか難を逃れたようですね。エーリンゼ様、的確なご判断でした。ですが、お体の方は大丈夫ですか？あの状態の装置を起動させるのは。大丈夫です。遡ったのは数時間ですもの。クロノグラムの消費も最小限に抑えられましたわ。おい、お主らは一体何者じゃ？なぜ倒したはずのアバリティアがいる。そしてなぜ竜王に狙われておる。一体今わしらに何が起きているというのじゃ。先ほども言いかけましたが、私たちのことは話せないので。いえ、ここまで巻き込んでしまった以上、知らぬ存ぜぬというわけにもいかないでしょう。わずかとはいえ、時空干渉の可能性があります。歴史が変えられてからでは遅いでしょう。失礼いたしました。改めまして、私の名はエーリンゼ。こちらは私の従者でティリスと申します。先ほど起こった出来事、いえ、私が起こした出来事はクロノリープです。クロノリープ。はい、あなた方が体験したのは時間を飛び越える行為なのです。とっさのことでしたので、数時間ほど遡るのが限界でしたが。時を飛ぶ技術じゃと。信じがたいのは分かりますが、けれど。ひとまずこの場から離れましょう。じきにボルディゲンがやってきます。そうですわね。立ち話もなんですし、
とりあえず外に出ませんか。そうすればきっと私の言っていることが真実だと実感していただけるはずです。今いるこの時間が先ほどよりも過去に位置するのだと。だからあれは数時間前のあなた方自身なのです。見柱に防衛設備があるのも納得じゃん。あんな装置をホイホイ使われたらたまらんじゃろうて。ん？待てよ、見柱に降り立ったカイソ、ライジャとはもしや。ライジャですか。ああ、確か私たちのようにクロノリープしたものを昔の人々はそう呼んだと聞いていますわ。ではお主は。エリンザ様。大丈夫、平気ですわ。ティリス、すみません、この辺りに休める場所はありませんか。それならこの近くにラルパルという集落がある。そこで休むがよい。わしらも行くぞ。こやつらにはまだまだ聞かねばならんことがありそうじゃしな。大丈夫ですか、エーリンゼ様。ありがとう、ティリス。少し休めば問題ありませんわ。悪いが、その前にそろそろ説明してもらおうか。お主たちが何者で、どんな目的でこの地に降り立ったかをな。私たちが時空を超えてきた、というのはなんとなくお分かりでしょう。そうです。私とティリスは今から千年後の未来からやってきました。千年後の未来じゃと？そんなバカな話。いや、今の自分たちも時間を超えた存在なわけだから、つまりは超えた時間の幅が違うだけか。理解が早くて助かりますわ。で、千年もの未来からやってきた目的は何じゃ？アバリティアの解放です。アバリティアは歪みの存在。そこにいるだけで時空を狂わせます。アバリティアが生み出した歪みは徐々に蓄積され、遠からずこの星を飲み込んでしまう。そういった観測結果が私たちの時代にて確認されたのです。なんじゃと？私たちの時代のアバリティアは歪みが肥大化してもはや手に負えません。ですが千年前なら、この時代のアバリティアならばまだ手を尽くすことは可能ですわ。私たちはアバリティアを探し出して解放し、時空の歪みを解消する。そのために遥か未来からやってきたのです。この星を救うために。話がいきなり壮大になりよったな。しかし過去を改変しても良いのか。何やら面倒なことになりそうじゃが。それにつきましては十二分に検討を重ねています。アバリティア解放による影響と改変範囲、そして星の未来を天秤にかけた上での計画です。さて、私たちのことは全てお話ししました。納得いただけましたか？うま、大体は理解した。そうですか。では改めて、この話は重要機密であり、クロノリープ自体も一部以外には許されない禁断の秘術です。それらを知ってしまったあなたたちには今からとある選択をしてもらいます。我々に協力するか、それとも死か、お好きな方をお選びください。はい。協力か死か、死を選ぶ場合は
私も本気を出します。あ、冗談きついの。のう、下僕。冗談ではないことなどお分かりでしょう。どうかこの場で選択を。協力する。まあ、こう答えるしかなかろうて。すみません、無理強いしてしまって申し訳ありません。でもありがとうございます。まあ、星の未来なんて言われたら冒険者的に協力せざるを得んしな。うん、それに重ねて言いますが、このことは一切他言無用です。もし誰かに話したら死じゃろ。分かってる分かってる。おう、そうじゃ、そうまで言うなら制約を結ぼうぞ。ほれ、ここにサインを。いいでしょう。はい、書きましたよ。下僕契約書。よっしゃー、新下僕ゲットじゃ。え、下僕、ちょっと待たないよ。これはもうテステのものだもん。エーリンゼ様、やはりこの者たちを消してしまいましょう。いいではありませんか。これぐらいしたたかな方が協力者だとかえって心強いですわ。よし、では下僕よ、後輩下僕の面倒を見てしっかりわしの役に立たせるのじゃぞ。え、あなたも引っかかったんです？はあ、だからさっきから下僕って呼ばれて。まあ、ティリスの先輩だったんですね。それは心強いですわ。ではまあ、しばらくの間よろしくお願いします先輩。さて、あなた方には早速お願いしたいことがあります。大丈夫です、すぐに動けとは言いません。少し休んで準備ができたら声をかけてください。さて、ここじゃここじゃ。部品集めなどさっさと終わらせようぞ。よし、下僕、やってしまえ。ティリスに代わってお礼を申し上げますわ。ありがとうございます。本当はちゃんとしたものをお渡しできればよいのですけれど。それなら、そうじゃな、ちょいと確かめたいことがある。未来から来たものをライジャと呼ぶと言ったが、ライジャはライジャ同士でわかるものかな。ええ、私はクロノリープをするとしばらく生体エングラムに特殊な揺らぎが発生しますので。ほう。ではちなみに、見柱でこやつと初めて会った時、その特殊な揺らぎとやらは感じたか？え？いえ、特には。随分とエングラム量が多い方だなとは思いましたが。そうか、どうやらお主はライジャではないようじゃの。メルローフとやらも適当なことを言いよって。メルローフ？修理したオムニストロンに反応が出ました。この時代のモンテノール渓谷と呼ばれる地域にエングラムの異常反応が見られます。おお、早速アボリティア発見か。確定ではありませんが、おそらく現地に向かい調査する必要がありますね。モンテノール渓谷には確かリッチャという村があったはずじゃ。まずはそこを目指すがよかろう。先輩方は先に現地に赴き情報収集をお願いします。私たちはエーリンゼ様の様子を見て出発しますので。あ、なんじゃこれ。オムニストロンの子機です。これをお持ちください。こちらと通信が可能になります。では後ほどリッツェ村でお会いしましょう。よろしくお願いしますわね。
ら、私たちの方が早く着いてしまったようですわね。エーリンゼ様が急ぎすぎるから。だって少しでも早く合流しないとご迷惑をおかけしてしまうと思ったんですもの。あのですね、エーリンゼ様はもう少し威厳を持って。あれは、アインレイン様。あれです、解放すべきアバリティアです。まだですわ。倒すだけでは。なんじゃ。静かに。それではアバリティア解放の儀を執り行います。干渉し、アバリティアのねじれた因果を元に戻して解放したのです。ねじれた因果。アバリティアがどうやって生まれるかご存知ですか？あなた方は過去の自分に出会いました。その時にもし自分自身を殺してしまったら。なぬ？このわしが死ぬわけじゃから、未来では生きているわしは存在しなくなって、未来のわしが過去に戻ることはなくなるから、わしが未来のわしに殺されることはなくなり、過去のわしは無事生きていることになるが、そうすると未来からわしがわしを殺しにやってきて。今悩まれてる通り、多大な矛盾が発生します。そして解消できない矛盾は時空を歪ませる。その時空の歪みから生まれた存在、それがアバリティアなんです。なんと。この歪みを正せるのは特殊な生体エングラムを持つエーリンゼ様ただ一人。エーリンゼ様。勝負。やはりこの儀式は消耗が激しいですね。すみません、私たちは一足先に村に戻ります。そうするがよい。わしらも後で合流しよう。お疲れ様です、先輩方。うむ、出迎え大儀である。エーリンゼの具合はどうじゃ。今は眠っておられます。無茶なクロノリープにアバリティアの解放儀式、想像以上にお体に負担がかかっているのでしょう。そうか、少しは回復するといいんじゃが。あの、どうした。アバリティア解放にお力添えいただき本当にありがとうございます。そして最初の非礼をお詫びいたします。私、あんなひどい選択を突きつけたのに、それでもこうして助けてくれて。ああ、そんなかしこまらんでもよい。そういうのは苦手なんじゃ。わしらにとってはちょうどよい退屈しのぎじゃ。退屈は冒険者を腐らせるでな。のう。
きりしました。どこかのタイミングでちゃんとお詫びとお礼をしなければと思っていたので。この先も似たような感じでアバリティア解放を続けるのじゃろう。その予定です。でも竜王がボルディゲンか。まさかアバリティアを食うような化け物がいるとはな。いくら強い竜族とはいえアバリティアを食えるものなの？普通は無理ですね。でもボルディゲンなら可能です。なぜならボルディゲン自身がすでにアバリティアと化しているからです。なんじゃと？ボルディゲンは本来この時代においては封印されている竜族なんです。太古の時代、竜族とバファリア神族の争いがあったことはご存知ですか？ああ、神話に近いがな。それは神話ではなく事実としてあったこと。ボルディゲンはその時代の竜王なのです。アバリティアと化した後、バファリア神族によって封印された竜王は我々の時代に目覚めたのですが、王子とは比べるべくもなく凋落した竜族を目にし、復権を目指して大戦争を起こしました。その際により己の力を高めようと他のアバリティアを食い出したのです。それにより力も歪みもボルディゲンは通常のアバリティアの枠を超えています。同族食いか、ゾッとしないの。しかしそれならアバリティアを解放しようとするエーリンゼは奴にとって邪魔者以外の何者でもないな。奴がこの時代に現れたのは私たちがアバリティア解放を計画していると聞きつけたからでしょう。己の力となるアバリティアを解放されては意味がない。だからエーリンゼ様を排除しようと。ついでにまだ歪みが肥大化していないこの時代のアバリティアならば暗い放題か。このまま放っておけばボルディゲンはますます力をつけていくでしょう。そしてこの星は遠からず奴の支配下に置かれてしまう。だからどうかどうかエーリンゼ様の身を共にお守りしてください。エーリンゼ様の志、この星に住む全ての人々を守りたいというそのお気持ちを貫けるように。竜王よりも先にアバリティアにたどり着き、その解放を成し遂げる助力を何卒お願いします。もちろん協力する。先輩、ほほふ、万事このフェステ様に任せるがよい。お主ら下僕の頼みを聞くのも主の器というものよ。誰が下僕たちですか。まったく。でもありがとうございます。私一人でずっと不安で、だから本当に心強いです。ではエーリンゼが動けるようになったら早速次のアバリティア解放に向かうかの。はい、次は確かこの時代だと音なき都と呼ばれている場所です。ふむ、音なき都か。あそこは教団の管轄、出入りする人数も少ないはず。自然、お宝も。やはりあのエングラム寮は一体何を考えている。まあいいさ、僕は僕の仕事を続けるだけだ。ただ見せてもらうよ、君たちの意志を。着いたぞ。この奥が音なき都じゃ。するぞ、お宝の匂いが見えるぞ。借金返済へのゴールデンロードが。最優先事項はアバリティアの解放です。それをお忘れなきゃ。分かっておる。お宝はついでじゃついで。では改めていざいかん。お宝第二のアバリティア解放を目指して。なるほど、アバリティアがいてもおかしくない雰囲気じゃな。